ファンの皆様、こちらウィナーズサークルです。これより農林水産大臣賞典第24回スパーキングレディーカップ競争の勝利ジョッキーインタビューを行います。なお、神奈川県川崎競馬組合では新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から全ての表彰式の実施を見合わせております。インタビューにつきましても質問者と騎手の距離を取った形でございます。ご了承ください。優勝ジョッキー川田優雅騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。見事な連覇達成となりましたね。はい、無事に勝ち切ってくれて何よりです。昨年と同じく2番手からの競馬となりました。道中の流れはいかがでしたか？鼻を主張する馬がいたのでそちらに譲ってこちらは2番手に控えたんですけど、その後のリズムはとてもよく追走できていたので、問題なく競馬を進めていくことができました。3コーナーから4コーナー早めにこう前を捕まえに行くにも見えましたが。そうですね、この馬の、特徴を考えながらそういう競馬を組み立てました。直線では外から並んでくる馬もいましたが、そこからこう並んだところからグリッと伸びましたね。底力のある馬ですので、並ばれてからも今日は走る気をちゃんと出してくれて、しっかりと走り切ってくれている分、最後少し前に出ることができました。6歳ですが、まだ今後も牝馬戦線の主役になっていけそうですね。気持ち一つだなと思います。馬が走る気になってくれているときはいいなよで走れるので。それではカメラの向こう側のファンの皆様へ最後に一言お願いいたします。はい、たくさんの支持をいただきまして、無事に、期待に応えて、ファッションした頑張ってくれましたので、また走る時に応援してあげてもらえたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。川田優雅騎手にお話を伺いました。それでは続きまして優勝調教師インタビューを行います。優勝調教師安田孝之調教師です。おめでとうございます。ありがとうございました。先生は今日のレースぶりどうご覧になりましたか？去年ね、本当にこの川崎競馬場で勝たせていただきまして、今年2連覇どうなるかなと思ったんですけども、今日競馬を見る限りは強い競馬ができてほっとしました。今日休み明けの2戦目、状態に関してはどうでしょう、上がっていたんでしょうか？雰囲気としては調教の頃はね、寒い時期よりも暖かくなって馬の雰囲気はだいぶ良かったんですけども、川田ジョッキーも今日開始まで雰囲気がすごい良かったと、褒めてくれたんでね、本当に良かったです。これで連覇ということになったわけですが、この川崎競馬場のコース形態が合っているということでしょうか？そうですね、この、ファッショニスタもこの川崎競馬場がすごく好きだって言ってました。それにこの時期やはりこう暖かくなってくると状態良くなってくるということでしょうかね？そうですね、暖かくなると本当に馬の活気が出てきて、走れる状態にあります。今日レースから上がってきた時のファッショニスタ状態いかがでしたか？3コーナーでルメールジョッキーが外からかぶせて来た時は一瞬ヒヤッとしたんですけども、さすが直線カードジョッキーの5番で勝つことができてよかったです。現時点でのということになりますが、今後の予定どう考えていらっしゃいますか？去年同様、夏は一息入れてまた秋になると思います。それではカメラの向こう側の全国のファンの皆様へ最後に一言お願いいたします。はい、本日連覇できました。本当にありがとうございました。できれば3連覇、夢ですけどもできたらいいなと思います。また応援のほどよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。安田孝之調教師にお話を伺いました。はい、すいません。